はい、大勢よろしくお願いいたします。昨日に引き続き EV を使っていきたいわけなんだけど、今回は昨日と違って色違い巨大マックス EV の方を使っていこうと思うんで、ぜひ見ていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。これ結構ラプラス刺さってるから、ラプラス入れて、で今回の主役 EV 入れる人、ちなみに EV 今日も男の子ですね。なんかEV のメスってめっちゃ出にくいらしくて、なんか5分の1も出ないんだっけ、なんか確率どんなもんかわかんないんだけどさ、なんか相当出にくいらしくて、まあ、そりゃなんかどんだけ EV のさレードやっても出ないわって感じなんだけど、もう一体耳気にしておきましょうか。特に理由はあのね、 EV の素早さがまあまあで、ちょっと遅めにしてるんで、まあワンチャントリルとかが刺されば、まあそれはそれでいいかなっていう感じで、でミミッキュ自体もまあトリルカで動けるしっていう感じで、対戦よろしくお願いいたします。まあ、この EV ちょっと視聴者さんからいただいたものなんで、サダイジャから来るか、これダイマックスしてくんのかな。サダイジャってさ、巨大マックスも解禁されてるからさ、結構前に、だからダイマックスしてみたいな感じなのかなって思うんだけど、ただこっちな、できれば EV にダイマックスを残しときたいから、できればダイマーラプラスに切りたくない。だな、正直ラプラスに切った方がこの戦いめっちゃ有利に進むんではあるんだけど、ちなみに EV 前回と同じような型で、まあ、ちょっとあの穴を掘るに一箇所なってるんだけど、今技範囲広げるために穴を掘るにして、あとはまあできればそのなんだろう、相手のダイマックスターンを枯らす役割とかも前回同様していただければなっていう感じで、これとりあえずまあ歌方のアリアかな、多分引いてくるかダイマックスだと思うんだけど、サダイジャ引いてくる、オッケーオッケー、ダイオードを出してくるか。ダイオードって鋼タイプだったっけ。なんかダイオード俺戦ったこと 1,2 回しかないんだけどさ、俺の記憶の中では少なくともないな。どんくらい入る、なんかあんま入らなさそう、入んないね。ダイオードあれなのか、 HP がめっちゃ高いのか、どうしよっかな。これレードを視野に入れたいんだけど、ミミッキュに引いたりするのもありで、 EV でもありなんだけど、どうしよっかな。けどミミッキュに引いたら化けの皮があれだからな。正直これ歌方のアリア連打でなんか耐久して倒せねえかなっていうのがあるんだけど、ダイマックスしてくるかな。ダイマックスしてくるか、オッケーオッケー。ダイマックスでなんだろう、格闘技とか持ってんのかな、なんか勝手なイメージだけど、格闘大、まあ、鋼か、鋼だろうな。巨大マックスでしょこれ。鼻めっちゃでけえ。なんかさ、こういうモンスターいなかったっけ。なんかさ、俺こいつさ、既視感あるんだけどさ、何してくる。あ、こっちの方が早い、まあ、半分くらいは削れたと。巨大鉱人、いや、わからんわからん。だいぶ、あー、緑色、うっ、強っ、火力高、ダイオード。あ、あれだ、だから、なんだっけ、ステロみたいな役割なのか、これ。いやー、これなんかステロ状態みたいな感じになってるなら、 EV に気合いのタスキも足してて、体力が1しかあれなんで、はい、この白い小麦粉を頭からかぶったボディを出していく。とりあえずダイマックスして、ダイウォールしたところでって感じかな。いや、一旦ダイウォールで確実にダイマターンを枯らすっていうのもありだな。そうするか、ダイマターンを一旦枯らす、これで一旦ダイウォールしましょう。シュン、さあ解く富を、そしてあのね、丁寧に同じ体と同じ色であるプレミアボールで捕まえてくれてる個体なんで、ぜひともその可愛い姿を皆さんにお見せしてちょうだい。うわ、可愛い。実はね、俺もね、巨大マックスの色違い EV 見るのね初めてなんだけど、いや、これめちゃめちゃ可愛いな。最下は巨大マックスといっても過言じゃないんじゃないか。これ以上に可愛い巨大マックスいるか。ピカチュウがあれを貼れるぐらいじゃないか。これな、巨大包容打ってもいいんだけどさ、相手オスだからさ、包容って相手に打つとメロメロ状態にして一定確率で攻撃が失敗するっていう効果なんだけど、まあ同性なので残念ながらホモではない。ホモなら聞いたんだけど、残念ながらホモではないっていうことで、まあここは巨大包容は諦めつつ、ダイオードめっちゃ遅いんだね。ダイアースでこっちの特防も上がりつつ、ダイオードどんくらい削るかな。うーん、削れんね。いや、ここワンチャン一発耐えてくれれば嬉しいんだけど、耐えねえよな、耐えないな EV。 いや、けどこれ陰打ちで落とせるでしょ多分。これでとりあえず相手のダイマックスを3ターン枯らして、オッケーオッケー、これで陰打ちで倒せる。で、残り1体によるな。いや、無理か、もうこれ後ろサダイジャだしっていう感じだよね。難しい、めちゃめちゃ食らうな。さあ、ダイオードのダイマックスが切れていく。
巨大光人めっちゃかっこいいな見た目っていうか、初めてさ巨大光人使ってる人見たけどさ、これ一旦影打ち呼んで交代とかしてこないでしょ、普通に切ってくると思うんだけど。オッケーオッケー、切ってくる大王道さあ、で残りサダイジャとあと1匹何なんだろう。さあとりあえずこのサダイジャをどうやって突破するかなんだけど、これトリルか、いやこれじゃれつくしかないか、ここでトリルしたら負け確だな多分。会ってくれてもいいんですよ、このふわふわキャワワボディのさ、イーブイちゃんを目の前に動けるはずがないんだよ本来。っていうかマジで男しかいねえこのポケモン世界。オスが8割を占めてるからさ、巨大包容を打ってって相手がメロメロになるわけよ。いい火力出るね、しかもさあこれで相手がメロメロ状態になっていくのとは思うんだけど、さあ動くな、頼む頼む、いいぞ。いや、そんなにうちの EV にさ魅力はないのか、ふわふわふわみたいなさエフェクト出ないんだよね。ワンちゃんここでさもうメロメロになってさ、なんでこんなメロメロにならないのお前ら、ふざけてるだろうマジで。変だけど元からじゃない、これはいつ、かわいい。バトンタッチ覚えさせてきました。また確定したんで、ダイスルでもう一回 B を上げて、このサイコパススマイルで B を上げて、で、バトンタッチで裏に引こうか。バトンタッチ、そう、あのね、ちょっとね、ギャラドスのことを考えると、タッチでも良かった気はするんだけど、てかね、ね、あの、普通に、いい感じにか、そんなことある？え、これ能力上昇全部リセットされたじゃねえか、もうふざけんなお前マジで。これ穴を掘るしてやろうマジで。でいいけどなんか、いやけど多分ね一撃じゃ落ちないんだよ。ああ。でさ、技外した。はい、対戦よろしくお願いします。これラプラスロトムイーブイっていう感じでいこうかな。で先発何が来るかなって考えたときに、何が来るんだろうこれ。いやけどまあとりあえずラプラス出し、いや、ロトム出すわ。ロトム出して、EV、ラプラスって感じでやっていこうか。で、バトンタッチを覚えさせてきました、EV に。バトンタッチで、まあ、防御力上げて、バトンタッチして、裏に引いて、まあ、裏で暴れてもらおうっていう感じでやっていきましょうか。まあ、できれば、自己流で行きたかったけど。なんかもう、マジで、EV 使って勝てねえ。難しすぎる、使うのが。昨日、なんで勝てたんだろうね。サダイじゃ、いつもはね、この動画多分負けまくってるけど、いつもは勝ってるんで、もっと。ぜひそちらも見ていただければ。まあ、これ普通に振り対面だから、一旦ラープラス引いて、で、まあ、相手の、何してくんだろうなって、多分相手引いてこずに、ダイマするか、ガンプー、これ弱点保険発動したからワンチャン歌方のアリアでガンプもう一発耐えると思うから多分ね、いや耐えるな多分、80ぐらいしか食らってないはずだからガンプ耐えて、で弱点保険も発動したから能力アップで歌方のアリアで倒せんかなワンチャン。これサダイジャータスキだったらまあお疲れさんって感じで、ヘビニラミ、なるほど、麻痺っていく、ちょ動けよ頼むぞ。あ、オッケーオッケー。さっきから、なんかね、確率ゲー全部外していくからさ、メロメロは外れるわ。あ、助けだ。いや、けど、まあ、サダイジャは処理できるでしょう。ここで、まひらなければの話。ちょ、頼む。で、まあ、処理できなかったとしても、裏 EV 引いて、電光石火でサダイジャ倒して、防御力上げつつ、バトンタッチして、みたいな、ムーブでいいんじゃないかな。で、バトン、ステロ巻いていくか。ステロのせいであれだな、あの EV がなんだっけ、タスキ持たせてるからタスキが潰れちゃったな、このステロのせいで。とりあえずサダイジャは倒していくけど、この一発のステロで裏がきつくなったね。こう考えると本当ステロ強えよな、まあ、こう考えなくても強いんだけどさ。っていうかマジでなんか
EV をさ安定して活躍させてあげれる方ないですかね。サザンドラがやってくる。サザンドラならもうこれラプラスに大魔切った方が絶対いいんだけどさ、まあ、ラプラスは捨てる前提で動いていいんじゃないでしょうか。悪の波動を打ってくる。ここに大魔切ってくるんかなと思ったんだけど、ラプラスのフリーズドライ、どんくらい食らうかな。ワンチャンワンパン。おい弱点保険が強いぜ。ゆうさん鬼氷を出してくる。出た、鬼氷出してくるんだ。ちょ、俺鬼氷さ戦うの初めてだわ。耐性よろしくお願いします。その力ぜひとも見せていただきたい。オスカー、これがねもしメスだったら巨大包容でボーン出てきたんだけど、こいつってさ鬼氷ってあ村っけか、属性冬なのかなとか思ったんだけど、まあ村っけだよな。村っけで、まあ、おみくじ引くんだろうけど、これ歌方のアリアでいいかな。絶対レード打ってもまあいいっちゃいいんだけど、守る。はい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 、これで村っけが発動していくんでしょう。どうせ歌方のアリアはさすがに身代わりとかは貫通するんだけど、守るは貫通しないと。鬼ゴリの村っけ特防が下がっていく。今何が上がった、見てなかった。特攻2段階アップ特攻2段階アップしっかりしていくな。ちょっと頼むわ。次で下がってくれてもいいんですよ。氷の息吹どんなもんだ。オッケー、耐えていくんじゃな。さあ歌方のアリア麻痺んなよ。オッケーオッケー、このオーラプラスなんか優秀だね。一回麻痺ってね今のところ。どんくらい食らう、うん弱。ラプラス最強